これがネーザルハイフローですね。じゃあ、まあ、酸素を、配管からつないで、ここに酸素を入れて、酸素と空気がミックスされて、患者さんに1分間で30リットルぐらいバーッという、なんかそんな感じですね。これが出てくるっていう感じなんです、はい、で実際には患者さんがここに鼻をこうつけて、はい、でこれを吸って、これでまま呼吸吸ったり吐いたりするわけですよね、はい、でそうすると、その吸って吐いたり吸ってる時に、多少この湿っているもの、あと自分の鼻の中、口の中の、湿っているものを調整できるので、でその辺がこうどういう感じで気流が流れていって部屋の外にこう行くのかとか、どういう方向に行くのか、その時医療者がどの立ち位置に立つと一番その患者さんから出た気流を浴び詰めするのか、手当たりを知らない。全然違いますね。やっぱマスクすごいな。じゃあマスクして。はい。ああ。こんなもんだ。でもさっきよりは、あ、でもやっぱり、やっぱ5リットルの方が漏れるんだ。このように、被験者の方にネーザルハイフローを装着した状態で電子タバコを吸って鼻から吐いてもらいました。有料とマスクありなしの条件を変えて実験を行いました。結果はご覧の通りとなりました。まとめますと、マスクなしの条件ではどちらの流量でも煙は顔から周りに広がりましたが、やや5リッターパーミニッツの方が勢いよく広がったようにも見えました。またマスクありの条件では30リッターパーミニッツの時は煙の広がりが抑えられているように見えましたが、5リッターパーミニッツの方は煙が広がりました。マスクありの条件では2回繰り返しましたが、結果は同様でした。流量5リッターパーミニッツの時にマスクをしていても煙が広がった理由ですが、流量が小さいために鼻から息を吐き出す際の抵抗が少なく煙を多く吐き出すことができたことと、あと気流が弱いために煙がマスクを通らずにマスクと顔の隙間から漏れ出たということが考えられます。